よし、行きましょう。あれ、うん、ふぅ、なんだかんだで80分待ったかな。ふぅ、あ、いや、すぐ来るはず。よし、ふぅ、やばダメだ、この透滅戦は本当に日頃からやってないとどうしても緊張してしまう。うん、でもまあいずれこの透滅戦もフェイスとは言わないか、今コンテンツサポーターでいけるようになる日が来るんでしょう、いずれ。あららららよし、ふぅ、ルビカンテ透滅戦長かったな、2ヶ月ぐらい間空いたっけ。あ、トンメリがいる。色からしてエレンビルかな。よくぞ来た、異界の勇士よ、全力でかかってくるがいい。ははいいね、フォーブリだな。ちょっと待って、できるかな。とりあえず一応食事もするか。うん、正々堂々で、こう来て、こう来て、うん、いかん、ちょっと手がやっぱ震えるわ。うん、まあ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 、でも結構このコンテンツが入ってから時間経ってるし、それほどなんていうか、うん、難しいものではないと思うけども、まあとりあえず、うん、でもこいつ、まあ例によって今回も予習はしたけども、それほど難しいっていう感じもなかったけどな、こいつ。うん、だいたいこのあれはもう本当に他のプレイヤーさんの後をついていけば全然問題なく回避できるギミックだし、うん、まあ、その点では他の、敵よりは全然楽なんじゃないかと思うんだけど、うん、まあ、敵というか他の四天王かに比べるとだいぶ楽な気がするんだけど、そういうもんでもないのかな。あれ、うん、ちょ、これどうだっけ、これだよね、うん普段からこの、あ、ま、毎度言うことになるけど、このフェニックスまで攻撃が回るような敵が周りにいないんで、うん、周りにいないというかフェニックスを使うような敵と戦わないんで、うん、なかなかこのフェニックスのスキル回しがよくわからないくなってしまうような場面があるけども、これ周りに落ちるからそこもちょっと気をつけていかないと、うん、いけないんだけども、まあ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 今のところは。これそうだな、これ、あ、ちょ待て待て、あ、ちょ待て、うん、まずくないですか、まずくないですか、うん危ない危ない危ないよ今、うん、でこれで近く、あ、そっか、別に近くに寄らなくてもこの円のここら辺にいればルイカンテに当たるということか今更だけど、今更というか何年かこの FF14 をやってるんだって話だけど、ここからちょっと難しくなるんだっけこれ、まあ、ちょっと難しくなると言っても単純にアビナの話だから、こう来て、こう来るから、まあ、他の人の場所に寄っていれば特に問題はないということになるんでしょう。うん、ちょ手が動かない、手が動かない、うん、こう来て、こう来て、うん、ここはちょっともう、うん、自分でもまあ分かるっちゃ分かるけども、うん、まあ、普通にここにいればいいよね。いや、いいのか、うん、いいよね、
違う、これをやろう。うん、まだこの、あ、でも半分いってるんだ、だいぶいってるな。あれで、ここの眷属たちが来るんで、まずは眷属たちを倒しましょうということか。うん、まあここら辺は範囲攻撃が得意なこの召喚師の腕の見せ所なんでしょうけども、うん、あれ、うん、どうなるんだこれは。あ、うん、特に問題はないか。よし、ルビカンテの魔力は全然溜まっていないんで、これで防げるんでしょう。防げるというか耐えられるんでしょう。ほうほうほう第13世界のイフリートって感じか。あ、今のタイミングでこれ攻撃できてたのかな。あれ、あ、もったいない。うん、こういうシーンってさ、この4にもあったっけ、この形状が変わるやつ。うん、なんかヒロアカにこんなんいなかったっけあの、ま、お前たちが初めてだ。なるほど。こう来て、まあとりあえず、で、うん、まあこれは普通に3回すればいいと。で、うん、まあここら辺も特に問題はないか。あ、これがちょっと問題なんだ。これは攻撃用の手をやめて、うん、でこうすれば逃げられると。よし、いいね。ふう例によってこの全然攻撃の、うん、ダメージが出てないけども、まあ仕方ない仕方ない。そこまで考えると僕は動けなくなるから、とりあえず自分が死なないようにして攻撃をちまちま食らわせていくということにしましょう。うん、うん、いいね。あとは本当に、うん、え、あ、うん、危ない危ない。あとはまあ普通にダメージを与えていけば、特に変わった、ギミックが来るというわけでもないんで問題なく。あ、でこれは、うん、これどうでしょうか。問題ない、結構いけるなやっぱまあ予習してるから当然なんだけど、僕の場合は予習してても負けるからな、負けるというか死ぬからな余裕で。特に行月、いや漆黒あたりからか。うんうんうん、あ、もったいない。でこう来ると、例によってこの阿弥陀くじのようなやつが来てしまうということなんでしょう。リミットブレイクはまだ溜まってないし、溜まったとしてもどなたかが、ああ来てこう来るから、うん、ここにいればいいんでしょうか。だよね、うん、うん、特に問題はない、うん、リミットブレイクは溜まったけども、誰か撃つような人、ああっていうか、ああこの場合誰が撃つんだろう。ああなるから、そっか、ここか。ん？ん？ん？あれ？ちょっと待って。ああ来てこう来るから、あ、ちょっと待って。こう来るから、あ、ここまずくないですか？うん。くそ、最後の最後で。うん。やっぱ自分で考えた方がいい時もあるな。うん。こう出して、うん、焼き尽くす。ああ、ちょ、勘弁してください。あれ、ああターゲットしてないんだ。うん、見えない。もうこれ以上は死にたくない。でこう来て、違うこれ、いや、うん、うわ、最後の最後で何やってるんだ。ギミック自体は全然難しくないんだけどな。まあいいでしょう。
よし、じゃあ出ましょう。いいね。あ、ミップとか全然、プッ、何やってんだ。テンパりすぎだぞ、毎度毎度。透滅戦は。録画はできてる。だいたい10分か。一足遅かったか。めちゃくちゃ暑いんだけど。まだ3月だぞ。ちょっとメモリア化しよう。これが四天王を討ち取ってきた力か。見事だ。でもメモリア化もできるだろうけども、ここでメモリア化するってのも酷な話だな。お前は何を救おうとしている？ん？あ、ちょっとここら辺、この前段階のゴルベーザのセリフにかかってるんだと思うけど、ちょっと確認していきたいな。ゴルベーザの目的、まあ同じことか。上にするか。あのお方の目的を知りたいと。うん、いいだろう。でかい。どの道もはや貴殿らになす術はなし。我らの始まりを知るがよい。ふふ。ねえ、あ、なんだ、結局過去しか。カイナッツオ、ルビカンテ、バルバリシア、スカルミディオメか。この世界が闇に沈んでいく清掃。あれほど美しかった世界は混沌と化し、生きとし生けるものは心まで醜い異形へとなり果て、わずかばかりのエーテルを奪い合っている。だがお前たちは違う。己がどのような人間であったか、何のために戦っていたのか、それを忘れてはいないはずだ。この世界をありし日の姿に戻すことはもはやかなわぬ。だが止まった命を終わらせ、我らを生命へと回帰させることはできよう。これってさ、統合、再統合させようとしてるのかな。でもそれはアシエンが諦めたことだよね、おそらく。諦めた、まあその点については前も言ったけども、つまり星の海に戻そうってことでしょ。そのために向かうのだ。新天地へと。これは現象世界のこと言ってるのかな。もし戻そうとしてるんだったら、現象世界に行って闇に傾けようとしてるのかな。それでも再統合。馬鹿げたことを。叶いもしない希望を見せてくれるな。決して世まい事ではない。アシエンなる者によれば、我らの世界とは別に13の世界が存在しているという。戻そう、現象世界にってことじゃないのかな。他の世界に。でも全員13世界の生命全員、めちゃめちゃでかいゲートが必要だよね。ってことはやっぱ現象世界か。統合が一番早いのかな。時折ささやきかけてくる我らをたぶらかさんとする呼び声は、隣り合った世界からの干渉だ。ん？時々ささやきかけてくる我らをたぶらかさんとするさ、呼び声は、これってハイデリンのこと言ってるのかな。そして
向こう側とこちら側を隔てているもの、次元の壁を破壊することで我らは世界を渡ることが可能となる。つまりは何だ、八野さんに押し入って世界丸ごと奪おうってわけか。くたくたくた、面白そうじゃねえか。俺は乗ったぜ。うん戦闘狂だな。お前たちはお前たちの目的のため我が計画を使うがよい。私は私の宿願のためお前たちの力を利用する。ははは。我は闇の魔王となりて光さす世界を奪おう。全ての命に終わりという名の救済を与えるために。なるほどこの全ての命ってのはどの範囲のこと言ってるのかな。やっぱ13世界の命ってことになるのかな。原初世界という可能性もあるし、第一世界という可能性もあるし、なんか微妙にわからないんだよな、このゴルベーザ。そうして我らの計画が始まったのだ。つまりお前たちは第十三世界を捨てこの世界を奪うつもりなのか。いかにも。終わった世界を今さらどうこうすることはできない。だが異なる世界を手にすれば状況は変わる。我らは再び尊厳ある生命に戻るのだ。お前は己の意志でゴルベーザに従っていたんだな。力によって服従を強いられたわけでもなく。そうだ、それが私にとっての食材なのだ。英雄足らんと志ながらもかなわず、戦を止めることすらできなかった自分への罰や。これもやっぱメモリ扱いの一人だったのかな。戦、メモリア戦争を止めようとしていたのか。それなのになぜ新たな戦いを引き起こそうとする。惨劇を伴ってでも誰かが止めねばならないからだ。あの世界の我らの終わりなき堕落を。高潔であろうとし、今なおそれを求めながら飢えるままに喰らい混ざり獣へと落ちていく。魂が冒涜され続け、どうして耐えられる。わからないな、私にも。だがお前たちが救済を歌いながら別の誰かの世界を奪おうとしているのは気に食わない。こっちで出会ったアルフィノやアリゼ、ユルスたちは強さでも契約でもないものでつながっていた。互いのために頑張っていた。こいつだって必要もないのに私を助けに駆けつけたんだ。誰かと何かを成し遂げるならそういうことの方がいい。お前たちとゴルベーザは結局腹を空かせた獣の集まりじゃないか。
てみせろ。我らが世界の闇に浮かぶ月を目指すがいい。そこにお前たちが求める竜とあのお方がいる。何？そうまでそしられては最後に一つ誠の高潔を成したかっただけのこと。加えて貴殿らならばあるいはあのお方の思いを引き出せるのではないかとな。止まった命を終わらせるという大義名分ではなく、ゴルベーザ様だけが抱えてきた真なる思い。ああフフ消えてしまった。やっぱ月には行くんだ。ほうほうほう。ゼロ。進めるか。だいぶ長いことこのサベニアか暗雲がかかっていたからな、僕の段階では。壊されたんじゃないのかな。まあおそらくゲートのつながりやすい、なんだっけ、ガリアンか、あそこら辺の場所で巨大なエーテルを発生させればつながるんじゃないの。やつらが竜の目一つ使って開いたゲートなわけだし、ゲートがつながりやすい場所で巨大なエーテルか。こっちには7大あ、まだ飛べないんだ。こっちには7大天竜が3匹いるし、 3匹というか3体と、あとはエネルギーを集積するクリスタルタワーもあるし、やりようはあるよね。これさ、今後どんどんこのパッケージというかパッチが追加されていって他の共同世界にも行けるようになると思うんだけど、形としては1か13って、まあ例えば1に行ったとしたらその横にある2に行って3に行ってっていう形になるわけだよね。おそらくはこの現状世界から真逆にある7か、まあ存在してるかどうかわかんないけど、そういうところには距離がありすぎるからゲートもおそらくなかなか開けないんじゃないかと思うし、そうやってどんどんと辿っていくということになるのかな。もしくは他のまだ生存がはっきりしていない転生組のアシエンとか、また他の別の何かが出てくるとか。行きましょう。まあ十中八九ゼロは裏切るよ。ゼロが裏切るというか、ゼロの中にいる汎用の部分というもの、なんだっけ、このゼロの母親がメモリア戦争の戦士だったわけだよね。である時そのなんだっけ、過剰な闇を身に受けて、ひとまず
無事に合流できてよかったわ。うん、過剰の闇を身に受けたっていうそこら辺の背景もちょっと気になるところなんだけど。こちらの状況はさっき伝えた通りよ。ボイドゲートは宝物殿ごと破壊されていたわ。うん。それで、あなたたちの方はどうだった？四天王の一人のルピカンテさんを倒したと。ゴルベーザの目的は、すべての妖異を原初世界へと強制的に転移させ、死すべき定めに戻すこと。さらに言えば、こちら側の正解に帰り、また新たな命として生まれ直したいということかしら。うん。その願望をとやかく言うつもりはないが、それで原初世界の住民に被害が出るならどうぞとは言い難いな。ええ、妖異の力そのものも脅威だけれど、世界の壁を壊すのだもの、霊災に匹敵する事態が起こりかねないわ。うん。うん、そんなことはさせない。防ぐ方法はあるのか。下行ってみるか。首謀者であるゴルベーザを止めるのが最も確実な方法でしょうね。はい。しかし、ルビカンテの策により我々がボイドへと渡る方法は失われてしまった。うん。問題はやはりそこね。カイナッツ王が最後に口にしていた俺の役目は終わったとは、まさにそのことだったんだわ。四天王を犠牲にしてまで俺たちの介入を阻んだということは、ゴルベーザが世界の壁を破壊できるようになるまでまだ多少の時間はあるはずだが。ゴルベーザが準備を完了させるのが先か、私たちが第十三世界に渡る方法を再び得るのが先か、その競争ということになるな。うん。クラックを見つければもう一度人工アトモスを使えるのだけど、そう都合よくいくとは限らないものね。別の手法も検討してみた方がいいか。うん。少し時間をもらっていいかしら。オールドシャーレアンに戻って調べ物をしてきたいの。ああ、じゃあその数字ではいかないんだ。あの船使うかな。ああ、もちろんだ。こちらもアトモスの製造にあたった錬金術師たちに改めて意見を募ってみるとしよう。うん。じゃあ行ってくるわ。できるだけ早急に成果が出せるよう尽力するつもりよ。うん。あの船ってのはあの宇宙船じゃなくて、なんだっけ、ギラバニアだっけの山岳地帯にあった、ニュンクレフかが使った船か。あれもどっかで関わってくるとは思うんだけど、こんなに早くは無理か。うん。ヤシュタラを手伝えるわけでもなし、俺たちの出番は先になりそうだな。ふんふん。あれどっか行くのか。今のうちに鍛え直そう。そうだな。方法が見つかれば敵の拠点に乗り込むことになる。激戦になることは間違いない。ゼロ、引き続き君にも第十三世界に同行してもらえると考えていいだろうか。ああ、そのためにさらなるエーテルをよこせというつもりもない。
私はお前たちと行くことで確かめたいんだ。自分がルビカンテに語ったこと、どうしてあんな考えが浮かんだのかを。お前たちが助けに来たときに胸の奥で感じた熱、その正体をな。このゼロがさ、光のクリスタルによって浄化されて変容が解けましたよね。あそこで。だったら魔女殿が奮闘してくれている間にそれぞれ身支度を整えておくとするか。うん。あそこでこのゼロには光の加護があるんじゃないかと思ったけどさ、光の加護があるんだったらそもそも、うん、そもとも次こそは必ず、うん、そもそもそのゼノスに刺激された時に変容するわけがないよね。闇の方にエーテルが光の加護によって。でもおそらくゼロは誰かの魂でこうエーテルを吸収しているわけだよね。つまりは魂が2つかいくつかあるわけだよね、ゼロの中に。その魂単体で変容が現れるんだったら、まあ例えば別の取り込んだ魂が変容してしまったとか、あるいはその汎用だった部分に闇の力による変容が出てしまったとか、そういうのもありえるよね。だからゼロの魂は変容してないけど他が変容してしまったと。だから、光の加護はゼロの魂にだけ適用されていたと。でも、まあ、それならまあ分かるなくもないけど、そんな、うん、面倒くさいやるかなと思うけど、うん、でも光の加護があるのは確かだと思うんだけどな。君は来たるべき時に力を発揮できるよう骨を休めておいてくれ。うん。あれ、これで終わりかな。あ、まだあるか。もうちょっとなんか情報が欲しいな。ゴルベーザも言っていた扉を開かれたとか何とか言ってたけどこれが月か。うん、まがまがしいな。あ、これで終わっちゃうかな。あ、まだだった。まだ元気だ。あ、じゃあこれが月なんだ、この場所が。そもそもってことになるのかな。カイナッツォとルビカンテは命の巡りへと戻ったか。うんうん。この世界では欲深き者ほど役に立つ。奴らは多くを求め、故にこそ課せられた役割をよくこなしてくれた。スカルミリョーネ、バルバリシア、カイナッツォ、ルビカンテ、いずれも実に優秀な駒であったな。しかし我が計画の成就が目前に迫った今、
もはや弱者を従える必要もない。ここから先は私一人で進もう。強いな。だよな、七大天竜一体を封じているわけだもんな。ゾディアークの封印していた場所だよね、ここ。アーテリス。幾清掃の時を経てようやくここまで来た。これで終わりを迎えることができる。巨大なエーテルでゲートが開けるんだったら、そうさ、一つ疑問なのがさ、その現象世界にある本体である、なんだっけ、ゾディアクがさ、倒されたけどさ、他の共存世界に封印されてるゾディアクってのはさ、まだあんのかな。前も言ったかもしれないけど、だとしたらそれをエネルギーにできるよね、膨大な。あの星の命も我が苦しみも。あ、そっか。じゃあこのゴルベーザーがここにいるってことは、前回というか以前にゴルベーザーがなんか剣をこう掲げて、この目の前にいる、おそらく気功だと思うけど、古代人のあれになんか切りつけようとしているようなシーンがあったけど、あれはもう過去の話ってことか。レポリットいないかな。あの可愛い奴らが。あ、出た。ふぅ、やっとか。で、今夜、次のパッチへの何か案内があるかな ?PLL で。うん。これで終了か。よしよし。まだちょっといろいろと話したいこともあるけど、まあそれは次のパッチ 6.4 でいくか。うん。それまでにまたいろいろと考えておこう。ということで今回はこれで終了します。お疲れ様でした。